それではただいまよりアラカボをさばいていきます。まず煮付けとか唐揚げとかできるような、さばき方をしていきます。でまず最初に、鱗を取っていきます。鱗落としとかがあれば鱗落としで、流しの中でこうやって鱗を取っていってください。こういう両端も忘れずにきれいに取る。鱗落としがない場合は包丁の背とかでもアラカブの鱗は取れますので、やってみてください。あとできれば顔の部分にも少し鱗があるので、きれいに取るといいです。こんな感じで鱗を取ってください。お願いします。はい、で鱗を取ったアラカブを今度は内臓を出していきます。内臓を出すときは頭を右側にしてください。そして、魚を立てて、この部分を押さえたらエラのところが開きます。例えばここに赤いのが見えると思いますけども、このエラの部分ですね、この赤いのがエラなんで、ここを引き出します。まずここの部分、薄い膜でエラと身の方がひっついてますので、ここをまず軽く切り離します。こんな感じですね。もう包丁を向こう側に突き通すような感じで、こんな感じにしてもらって結構なので、でこの薄い膜をくるっと、この釜に沿ってくるっとすれば取れますので、で包丁を向こう側に出して、包丁の先でエラを引っ掛けてください。でこのまま魚を持って、包丁は右手で下にまな板に押さえつけるような感じでエラだけを取ります。こんな感じですね。そしたら胃袋も一緒についていきます。ここまでできましたら、次に腹に包丁を入れます。切り方はいろいろあるんですけども、この辺、エラのちょっと下ライン、腹の少し上ですね、この分に包丁を入れると、隠し包丁といって、こうすると調理した時にここの部分がめくれ上がらなくて済みます。盛る時はどうしても右側、左側にこうやって頭を盛り付けますので、腹の切れ目が見えなくなりますので、こういう切り方がいいと思います。で腹を少し切って開いたら、包丁のその先の部分で内臓をかき出してください。はい、こんな感じですね。でここまでできましたら、もう一回水を洗いします。はい、で次に水洗いをしていきます。まあ気をつけて、手なんかを怪我しないように気をつけて、指できれいに腹のところ、で頭の首のところですね、ここのところに血合いをきれいに落としていきます。でその時にアラカボなんかは、ここの部分、ちょうど背骨の部分のところに浮き袋がついてますので、これを引っ張り出します。こんな感じですね。そしたらきれいになった内臓が洗えると思います。見えるかな、こんな感じですね。こんな感じできれいに血合いも取ってください。きれいに水洗いして内臓もきれいに出しましたら、あとはまあこのまま煮つけてもよろしいですし、このままお鍋に入るのに大きいというのは、このまま2つに切ってもよろしいかと思います。そしたら、煮つけとかされる際に、切れ目ですね、まあ大きな形でいいと思うんですけど、バッテンでもよろしいですし、こう斜めでもいいと思います。今日はちょっとバッテンで入れてみたいと思います。その時あんまり強く包丁を入れないように、ちょうどここ背骨がこの部分にありますので、まあ、ここら辺を目処に包丁を入れてもらえればいいと思います。こんな感じですね。このままにつければきれいに味が染みて美味しいと思います。どうぞ。はい、あと唐揚げ用にされる際は、この部分ですね、
ちょうど 背の方の部分に軽く包丁を入れてください。もう下ろすわけではないんで、切れ目を入れるだけです。こんな感じで。こういった感じで包丁を入れると、揚げた時にきれいにここの部分が開いて、食べる時も食べやすいし、見た目も良くなると思いますので、これは両身された方がいいと思います。